どうもなるみです。どうもなつめぐです。この間ラストニュースの話したの覚えてます？はいはいはい。おすすめの漫画って言ってたやつ。そう、おすすめの漫画、書いたのは広金健二さんで、島耕作の作者なんですよ。なのでラストニュースっていうのは、あれ舞台がテレビのニュース番組の制作班なんですけど、まあ、そのメディア版というか報道版島耕作みたいな感じで、めっちゃ面白いという話なんですけど、それに関してお便り来まして。お、お便り。はい、ちょっと読んでみますね。はい。ラジオネーム海志伝さんから。海志伝さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なるみさん、なつめぐさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。以前の放送でラストニュースがメディア版島耕作で面白いというエピソードを聞き、まだ読んでいないのであればおすすめしたいのが梶龍介の儀です。ラストニュースがメディア版島耕作なら、梶龍介の儀は政治版島耕作なのですが、ラストニュース同様、今読んでもいろいろ考えさせる深い内容で、ラストニュース好きならきっと響くのではないかと思いました。個人的には島耕作より好きなのですが、あまり知名度がないのが寂しいところです。梶龍介は能力は最初から高いので、女を抱いてたら出世した島耕作のような要素がないからかもしれません。梶龍介をおすすめしたいシーンだったので、特に質問がないのですが、せっかくなので島耕作でお二人の好きなエピソードがあったら教えてください、ということでした。はい、海志伝さん、ありがとうございます。この海志伝さんは割とあれですね、広金作品を読んでるみたいですね。ラストニュースも読んでるけど、うん、梶龍介の儀がおすすめだということですね、うん、これ読んだことあります？梶龍介の儀、うん、これ政治家として上り詰める話だったと思うんですよね。僕これ前回読んでないんですけど、うん、チラッと読んだんですけど、梶龍介の儀、確かに島耕作がちょっとマイナーなんですけど、はい、すごい面白い作品だったと思います。漫画？漫画。へえ。本当だ、モーニング。へえ。もうこれね、すべては読み終わってないのでね、うん、ぜひ読んでみようかなと思いますね。うん、政治版島耕作だけど、女を抱いて出世するわけではないという、うん、割とガチな人っぽいですね、うんうん、で梶龍介おすすめなんですけど、せっかくなので島耕作のお二人のおすすめのエピソードがあったらっていう。なるほど。夏目さん、島耕作のことあります？これがですね、はい、ないんです。なさそうだよね。夏目さんの、はい、サラリーマンっぽさのなさは島耕作読んでなさだもんね。そうなんです、僕はね、うん、読んだことないです。全然、あのセレブレーションファックするやつですよね。まあ簡単に言えばそうですけど、あれはすげえ最近なんですよ。あ、そうなんですか。うん、セレブレーションファックのイメージがすごい強いですけど、もっとなんだろう、昭和感がありましたね、うん、昔はね。読んでないですよ。なんかこういう、おじさんが読んでる雑誌のおじさんが読んでそうな漫画、うん、まあそうなんですけどね。僕あんまり、僕読んでるのって、うん、この前おすすめしたドクターストーンとか、はいはい、ハンターハンターとかワンピースとかってもう少年少年誌、ね、でも島耕作とかもはや、はい、三国志みたいな古典作品なんですよ。なるほどね、うん、三国志と言われれば読みたくなるな。源氏物語とか、うんうん、まあ、カエサルの伝記みたいな、そういうレベルの、はい、もはやかつてあった昭和日本のサラリーマンっていう昔話として、うん、なるほどね、古典としてみんな読んどくべき歴史的な書物、あ、そう言われると読みたいかも、うん、資料として読んでほしいんですよね、うんうん、なのでその中でも島耕作で好きなエピソードっていうとやっぱ中沢武将ですね、僕は。ほ、まあ、知らないと思うんですけど。島耕作のすごいところは、あの初芝電産っていう、まあ、東芝をイメージした超大手電気メーカーにいて、やっぱそういう大きな会社ってどうしても派閥に属して、その派閥の上の人に引っ張られて出世していくわけなんですよ。でも島耕作っていうのは一匹狼だっつって誰のところにも属さずに自分の仕事の運とあと女運でどんどん行くんですよね、うん、でそんな島耕作はあの一切派閥に属さなかったのに唯一尊敬してるっていうのが直の上にいた島課長島耕作の時の直上にいた中沢部長という人で、うん、この人もまたあの特に派閥に属さず自分の好きな道を生きるタイプの人で、そう、生き方に共感できるタイプの人なんですよね。でこの人に関するエピソードがめちゃめちゃ好きで、
ある時初芝蓮さんの新年のカレンダー、うん、毎年使うんですよ、新しい写真とかで、うんうん、まあありそうですね、うん、それがすごい田舎の方の地域に配達遅れちゃったんですよね。そうするとその田舎の方の電気販売店の新年会とかで、うん、カレンダー配るの間に合わなかったんですよ、うん、そこで中澤部長と島耕作がわざわざ東京本社から新年に新幹線で行って1日からお詫びに行くんですよね。でその田舎の電気メーカー連合の偉い人からカレンダー届かないと格好つかないじゃないかみたいに言われて、今これ裸踊りしろって言うんですよ。で島耕作はいやそれはちょっとって言って断ろうとしたところ、中澤部長はそんなんでいいんですかってね始めちゃうんですよね、裸踊りを。そこで島耕作は中澤部長の器のでかさにガツンとやられて以後ちょっと変わっていくんですよね。そういうエピソードもあって、まあそれは一つ。もう一つが初芝の副社長派閥に属するエリート出世街道を上がってった幹部候補がいて、それは島耕作のライバルなんですけど、うん、その人は副社長の娘さんか親戚の人を奥さんもらっていて、もうガッチガチの仲なんですよね、うん、でもその奥さんがなぜかヤクザとの恋愛にハマってしまい、ヤクザに薬を打たれてセックスに狂うという大スキャンダルに巻き込まれて、うん、でその結果その出世回廊のエリートはヤクザいろいろ脅されるわけですよ。なのでじゃあもうその奥さんとは離婚しようとっていうことを副社長にも言ったら、お前は何してるんだみたいな感じで全てその人のせいにされて、一気に会社の地位が危なくなっちゃったんですよね、うん、である日朝会社に出社したら、会社の建物の壁全面に奥さんの全裸写真が貼ってあるんですよ。で大変なことになったんですけど、それを見た中澤部長と島耕作がそれを吐かすんです。中澤部長が、うん、ヘラかなんかで、うん、でいい運動になったから、うん、ビールの飲み行こうっつってその二人を連れて剥がし飲み行くんですけど、そういうエピソードが一番好きですね。中澤部長はとにかく器がでかい。島耕作の中でも影のね超人気キャラクターなんですけど、その人が活躍する二つの話が僕は大好きですね。まあ読んだことないと思うんですけど。ないですね、うん、島耕作というのはサラリーマンで出世していく漫画。そうです、ほんと普通の最初主任なんですよ一巻、うん、で 2,3 話目で課長になって、そっからずっと課長で終えて、うん、次部長としてまたスタートするみたいな感じでどんどんなんか出世みたいに上がっていくんですよね、うん、でもなんか組織としての適応力ってよりも本当仕事での手腕とか女運で上がっていくっていうね、そういうタイプなので、やっぱ漫画として面白いんですよね。なるほど、うん、カレンダー iPhone で見たらいいんじゃないですか。それがね1980年代だからiPhone がないんですよ。ああ、そっか、 iPhone で見たらそんな怒られなくていいのにと思って、うん、正月とか紙のでかいカレンダーが大事なんですよ。あ、それをお得意様に配るっていうのが大事な時代で。そっかそっか、うん、iPhone で見たらいいのになと思って。 iPhone があればね、あと iPhone があっても多分カレンダーは大事だと思う。そうなんだ、未だに。そうか、うん、派閥とかがもう全然まあ分かんないですよね俺もそんな大きな会社のこと分からないけど、うん、なんか子供の頃は本当島耕作を中高とか読んでたんで、会社ってすげえとこなんだなと思ってました派閥というものが渦巻いていて、わかんないけどめちゃめちゃセックしないと出世できないんだなっていうでも僕の友人商社行って、うん、大学のなんだっけ、学歴順に偏差値順に飲んでくみたいなのがあって。そうなのめちゃくちゃだよね。東大だと飲むのが少ないけど。そうなんだ。で慶応とか明治だともう何回も飲まなきゃダメで、それぞれいろんなハラスメントが混ざってて大変危ないよね。それね、大変危ないよね、うん、そういうのを聞いたことはありますけどね。あ、でもそういう理不尽なもろもろが詰まってるから、普通に読んでて、あ、こういう時代があったんだっていうのが面白いですね。はいはい、あの広金さんという作者はもともとパナソニックに勤めたんで、やっぱりパナソニックは大企業のことを知った上で書いてるっていうね、
リクルートもゼロって言ったら嘘になりますけど、派閥とかそういうなんかでも真逆の感じがしますけどね。そうですね、そう思います、うん、あの普通にあの2兆3兆いってる時価総額あんだけある会社にしては相当ない方だと思いますね。ゼロではないと思いますけど、僕はもう上司とかも含めて全部無視して、あのお客さんがハッピー でお金稼いだら、いやいや違うんすよ。あれ、それは間違ってます。あら、あの仕事ってのはお客さんの方を見るんじゃなくて、はいはい、直上の上司を見てやるもんなんですよっていうことが島耕作にはちゃんと書いてある、はい、で今それ読めばこれは反面教師だってわかるじゃないですか、はい、でもあれを大学生とかで読んじゃうと、あそういうもんだと思っちゃうかもしれないですけど、あ今みたいに価値観がちゃんとしっかりしたから読むと面白いですね、うんうん、全然大きな会社はそういうとこあんのかなっていうのが、あのこういうネットの仕事してると分かんないじゃないですか、はい、あの新しい会社ばっかだから、はい、なんか知識としてすげえ面白いですよ、そう言われるとちょっと読んでみたいですね、うん、歴史的資料ですよあれは。あ、うん、まあ、今もそういう会社あるんだろうけど、もう絶対無理だな、絶対無理なのかな、意外と意外と慣れんじゃないの意外とヘコヘコできると思うんですよそうですね、うん、それも面白い、それは楽しんじゃったりしてね、そうですね、ゲーム感覚じゃないですか、うんうん、楽しめそうだけどな、うん、だから大企業の倫理とか仕組みというか、うんうん、成り立ちをかつ昭和時代のどうだったかっていうのを見るにはすごい面白い、うーん昭和平成初期、なるほどね、うん、面白い島耕作で、まあ、甲斐志蓮さんのおすすめしたいのは、はい、中澤部長が輝く裸踊りと、はい、ガラス磨きって検索してください。なるほど、そしたらその2話がどこにあるか分かると思う、はいはい、じゃあ甲斐志蓮さんはぜひそのエピソードを見て、ああ成美さんが言ってたのはここだなと思っていただければ、そうですね、中澤部長半端ねえなっていうのがあると思うんで。